185系が、平塚へ回送列車として運転されました。JR 東日本は、今日17日、平塚駅電流線での撮影会のため、185系 B6 編成を回送しました。185系は、特急型車両でありながら、通勤通学輸送にも対応させるという、新しい試みで設計され、国鉄時代の1982年にデビューしました。特急、踊り子や、湘南ライナーなどで活躍してきましたが、2021年春に定期運行を終えました。2022年現在は、団体臨時列車として、B6 編成と C1 編成が運用されています。今日17日は、鉄道開業150周年と平塚駅開業135周年を記念して、平塚駅電流線で撮影会が開催されました。185系では、幕回しが行われ、浜開寺やおはようライナーなどが表示されました。これで、7月17日の KAB ニュースを終わります。